第9章、失踪。どうも、スカイです。今回は、レゴドク6続きプレイしていきたいと思います。まあ、桃源郷のとこに行きまして、で、ローと、ソメア戦って、戦ってじゃない、ソメアと戦って、で、ローから話聞いたら、タツカワはね、父親じゃなかったっていうのを知って、で、プラス、ハルトがね、なぜかわからないけど、広瀬のおやっさんが、ハルトを、持って逃げたっていうことなんで、まあ今から広島に向かうんでしょうけど、もう、行こうかな。多分、イベントとかありそうだけど、まあ、また戻ってくるでしょう、という予想で、もう直で、広島向かいたいと思います。まあ、若干広島でほぼもう やってきたんだけどね。桐生の兄貴。待たせたな。まだじゃない。だから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下座した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんだ、うん、理由がないもんね。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より。そうだね。探さないと。広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴。さっきまた広島から連絡があったんじゃ。なんて？松永と高城の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのことを探しとるらしいんですわ。なんで？組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？あの陽明連合会の。陽明連合とか。広瀬の親ってことは陽明連合。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ。坊ちゃんが何や大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ、うん、本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。親さんは状況分かった上でハルトを持ち去ってんのか、それともなんか悪意があって持ち去ってんのかちょっと分かんないけど、ね、大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで成り潜めてるって言ってました。なるほど。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。お前らどこにやったんぞみたいな。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。多分結構町とか回ったんで。あ、ケヤマさんちょっと話とかないか。兄貴。あ、ちょっと待ってね。いや、そうですか。ちょっと待ってね。とんかつ弁当あったかな。ちぇ。とんかつ弁当だって。オッケー。これだけ買っとけば。兄貴。行きましょう。確かね、なんか、タンクトップ着たおっさんが、寝そべってて、とんかつ弁当食べてー。まあこんな声じゃないんですけど、って言ってたんでね、一応、一個だけ買っとこうかなと思って買ってきました。これ自由に東京とさ、広島行き来できたらいいのね、お金、もうなんかわかんないけど、結構かけて、あ、早いね。まずは広島に向かって使わせ。松永と高城がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれない。まあちょっと喧嘩ごとにはなるよね。あいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本気じゃろうが邪魔してくんだらやるしかないで。その息だ。よし行くぞ。モレノへ向かえ。しかもこっから俺行こうと思ったけど、早速道塞がれてんだよな。
一本道っていう時点なんかもう怪しいもんね。絶対出てくる、確実です。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。早速陽明連合の鉄車が来たな。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のジジイはどこじゃ。隠すとためにならんで。知らねえっつってんだ。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、舐めとるんかこら。舐めてねえわ。陽明連合会組員、あんま食らいたくないんだよな正直。多分この後に結構どうせ強い敵出てくるから。オッケー、行くか。やばいやばいやばい、避けるコマンドが出る。あ、増援ね、なるほど。お前いきなり、お前初対面で死ねや、マジクソやぞ。うお、すごい浮いたんだが。オッケー、行くぞ。この車奪っていけばええって話だけどね。まあ一回出るだろう。ここ突っ込んできたらね、えぐいと思うけどね。止まってくれるからなんかちょっと優しいよね。さあめっちゃいるんだが、こういうのはチャリンコで吹き飛ばしましょう。まああらかた片付いたといった感じですね。 OK。 しかも回り道していかないといけないのかよ。すぐ行けるもんだと思ってたし俺。さあだんだん数が増え、そう、いやこういうことしてくるんだったらわかるんだけどさ、してこないからさ、閉じ込める感じですか。まあアイテムあれば別に問題ないですけどね。え、待って、ザコでも結構こういう色あんな。ザコじゃない、ちょっと中ボス的なやつだった。ちょっと待て、中ボス的な3人めんどくせえな。しかもさ、キリュウさんにしか狙わないっていうのがめんどくさい。ちょ、ザコ、このドロップキック戦法ね。チキンプレイ、チキンプレイ。よいしょー、強すぎー。よいしょー、しかも結構食らうんだよな。よいしょー、クソチキンプレイ。お前やばいやばい、お前さ、まあ1対1だったら余裕だよね。ああ、モレノそっか行けんだろう、絶対。看板とっから。なんでだよ。行けるだろう。あ、まだ生きてたのかよ。3対1だったら大したことない。ああ、めんどくせえ、でも。結構時間かかるんだよな。オッケー、モレーノへ向かい、クリア。キリの兄貴、早うモレーノに行きましょう。ここで生きるんじゃない。小柄な連中を相手にしとったらキリが荒れやせて。なんだよおっさん、あ、待って、これ違う、これ単純にシミュレーションの方のやつだ。イベントかと思って話した、違うじゃねえかよ。申し訳ない、ちょっとこれはちょっと、はい、分かった、ありがとう。気流会に勧誘です。え、結局さあ、もういけんの、こっからいけねえの、なんでだ、いけるだろう。
横くらい通れんだろう。え、なんで？え、結局大回りしていけってこと？な、いろいろと、なんかめんどくさいな。ワンチャンこれ車いけるよね、こっから上通らなくても。こっからってことでしょ。あー、猫ちょっとごめんね、後で下げるから。猫の鳴き声めちゃくちゃするんだよな。久々にバテちった。ちょっと区切ろうか。ちょっと早いけど10分くらいで区切りたいと思います。次回モレロを迎えたいと思いますので、またご視聴してくれて嬉しいです。